ここは一体なんだか不思議な力を感じます。どうやらフェリアの闘技場を模して作られた場所のようですね。フェリア、ルキナの世界の地名ですか？はい、東西に二人の王を有する軍事国家です。その国では数年に一度国の実権をかけて闘技大会が開かれていました。私とお父様はその大会に敵同士として参加し、初めて剣を交えたのです。ルキナの剣の師匠はそのお父様なんですよね。さぞかし激しい戦いになったんでしょうね。私が正体を隠していたこともあり、お父様は全力でしたからね。ですが強さを感じる以上に学びの多い素晴らしい戦いでした。だからこそここが選ばれたのかもしれません。試練の場として。試練の場？あなたも感じているでしょ、この場に満ちている不思議な力を。はい、まるであなたを少し遠くに感じるような。武器を取って私と戦ってください。試練を乗り越えれば私たちはさらに強い絆を結べます。そうすればあなた方は紋章師たる私の力をより引き出すことができる。わかりました。この戦いでいろいろと学ばせてもらいます。嬉しい返答ですね。けれどその程度の心構えでこの私に勝てると思っているのですか？全力で行かせてもらいます、ルキナ。ええ、その息です。エーデルガルト殿、勝つわよ。始めましょう。本気で来てください。必ず勝つ。
何なりと。勝利完了だ。騎士は手負い。よっ、ありがとう。承知しました。
勝たねば無意味。笑い話ね。不甲斐ないですな。ブロディアに恥じぬ一掃。万全ではありませんが、これでまた戦える。あなた様の武器です。騎士は紋章士と団結した。
ムエンゲージ。あなたたちの強さ。私の負けです。目覚ましい成長ですね。出会ったばかりの頃と比べると本当に頼もしくなりました。ありがとうございます。それはルキナが私を導いてくれたからですよ。あなたの力になれたのならこれ以上の喜びはありません。ですがこれだけは忘れないでください。一人の力でできることはとても少ないと。はい、私一人ではここまで来られませんでした。みんながいてくれるから今の私がある。戦い続けてこられたのはみんなのおかげです。その言葉を聞いて安心しました。私も
友のことを今も近くに感じています。魂はいつも共にと。魂はいつも共に。絆の力があったからこそ私たちは絶望の未来を変えることができました。今のあなたなら必ず仲間たちと共に未来を切り開くことができます。その仲間たちにはルキナも入っているんですよね。もちろんです。最後まであなたのそばにいますよ。ルキナがいてくれるなら、どんな運命が待っていたとしても負ける気がしません。はい、この絆は運命なんかよりもずっと強いですから。